pillowcase. ひでちよ殿だったとは流れすぎたようだ徳川の家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地我らは藤吉郎の手を足止めしておる。 時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。お値段に玉と同じ気配がするの。 世には成り立たぬ長き戦乱で怨念が募り新たまばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまう。天下太平が為に戦う徳川に力を貸すがよい。 わしがついてやろう。気に入られたか。続きはかけながら話そう。 家康様は無事に三河へ戻られた。しかし徳川が陣立てを整えるのはまだ先になろう。藤吉郎に対抗した織田の急進たちはことごとくやられ、ついに柴田勝家殿も劣勢に追い込まれておる。そこで徳川に代わり勝家殿を助けてもらいたい。 勝家殿の居城は北の城。
ここ以外は山を越え、近江の北へ向かうがよい。勝家殿、そしてお市殿を救えるのはお主のみだ。
田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが霊石を独り占めした藤吉郎。勝家は静ヶ岳で藤吉郎に敗れ、ここ北の庄城に立てこもっておる。お市様やチャチャ様を奪うためにあやかしを差し向けおったか。ああ
気を感じるの。どうやらお市は勝家と共に天守に逃げ込んだようじゃ。急ぐのじゃ。
主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。
やるやつだとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえ。だろ？主のために忠義。負けたから。じゃが、あと一つ大きな気配が。気をつけるのじゃぞ。
調査官か。一応頼む。